BTC ジム、千葉県千葉市出身の和弘、176センチの上背があります。それに対してそれを少し上から見下ろすような181センチの松下大輝、東京都葛飾区出身、 NPO ジェファ所属。3分3ラウンドマッチ、延長戦はございません。1ラウンド中3回のダウンで KO 負けとなる3ノックダウンシステム。さてこの試合から今日この代々木での戦いが1日がスタートいたします。ラウンド第1ラウンドです。右のローキックから赤いグローブが和弘、さらに長いリーチ、左インドを放っていきます。しかし長いリーチ足という点では、中村さん、この青いグローブの松下も条件は同じですよ。パンチが入った、伸ばしました。右ですか。そうですね、右のストレートがカウンターで入りました。松下まずその拳、火を吹いてダウンを奪うことに成功しています。はじめに攻撃、当て込んでいった松井だったんですが、ここまで連続から膝、さらに高台から右顔面 A も膝が届きそう。そしてその後はパンチで、お互いのパンチ、ここはなんとか和弘が耐えようという時間帯です。そうですね、まあ、ここは、ちょっと右のパンチもらいすぎてるんで、和弘選手は、はい、一回落ち着いた方がいいと思うんですけどね。あ、しかしは、いやさせないというのが松下、そのまま飲み込んでしまった。このストレート完全に的確に顔面を打ち抜いています。あっという間に2度のダウンを奪ったのが松下。もう一回このラウンド中にダウン、松下慶応勝利。やはり自身の右、まあ、この拳は何発も何発もカズヒロ捉えています。そうですね、カズヒロもよく耐えているんですけれどもね、まあ、結構ダメージはあるんで、松下選手もしっかりね、あの右のパンチ当たってるんですけど、ロー、膝打ち分けてるのがいいですね。あ、ここでレフェリー割って入った。もう続行は不可能、これ以上は危険というところまで松下大輝追い込んで、文句なしの1ラウンド決着です。いや、それにしても中村さん、もうこれ自分の戦いを押し通すという強さ見せましたね、松下。そうですね、序盤にこうやっぱリーチの長さを生かした右のパンチでダウン奪ってから、もう自分の試合に巻き込んだというか、はい、本当に松下選手のこう勢いと攻撃力というのが見れた試合だったと思いますね。そうですね、1ラウンド1分34秒 KO 勝利です。さて改めてなんですが、和弘の方も返そう返そうという気持ち前面に出しましたし、はい、打ち合いにも転じたんですが、この後のそうです、ね、やっぱりこう序盤結構まだ始まってすぐの段階でダウン取られたっていうので、ちょっとゲームプランとかも狂ったところあったと思うんで、はい、そこをね、攻めどころ逃さなかった松下選手がさすがだなと。まだ19歳ですし、これからまたね、この K1 のリングでも活躍して可能性を秘めた選手だと思いますね。そうですね、和弘21歳はこの K1 2連敗初出場、初白星を収めました。鮮やかに19歳の松下大輝です。